皆さんこんにちは、白玉ファミリーのママさんです。今回は私が読んできた作品の中でどんでん返しに驚いた作品を5作品ご紹介したいと思います。どんでん返しありますよというと驚き半減してしまうよとお叱りを受けそうなんですが、今回今までの動画に比べて1冊の紹介かなり短くしています。どんな内容かは分かるけれども、読んだ時の驚きっていうのが損なわれないように努めたつもりです。ただ全く事前知識なしで読みたいという方は、他にも本にまつわる動画投稿していますので、そちらに遊びに来てもらえると嬉しいです。ぜひ動画最後までお付き合いください。10カ国間の殺人、あやつじゆきとちょ。まずはあらすじご紹介します。全てはここから。清冽な新本格の源流、大学ミステリー研究会の7人が訪れた十角形の奇妙な館の立つ孤島角島。メンバーが一人また一人殺されていく。ミステリー小説まだまだ初心者の私が、こう新本格ミステリーの金字塔と呼ばれているこの作品ご紹介するのはなんだかちょっとおこがましいななんて思ったりしたんですが、どんでん返しという括りでご紹介するにあたり、この作品やっぱり外せないなと思ってましたので、ご紹介させてください。本作の舞台となるのが本土から離れた離島角島です。そこに立つ十角館が舞台となります。十角館はその名の通り十角形の形をした館でして、さらにはその館にある食器から家具まで全部十角形となっている変わった館でした。十角館は今は誰も住んでいないんですが、半年前に奇妙な事件が起きていました。この謎に興味を持ったのが大学生の男女7人。彼らは同じ大学のミステリー系に所属していました。ミステリーが大好きな彼らは角島を訪れて未解決になっている謎を解き明かそうと思い、島へ訪れることになります。島へ7人が訪れた一方、元ミステリー犬の川南のもとに昨年ミステリー犬で起きた事故について告発するような手紙が届きます。この事故についてあまり詳しく知らなかった川南は、当時を知る人物を当たりながらこの手紙は誰がよこしたのかという謎を追っていきます。ちなみに川南とは漢字こんな風に書くんですが、登場人物の一人からコナンというあだ名で呼ばれていました。また離島の方に話戻しますと、ここはあらすじに書いてあるのでネタバレではないかなと思うんですが、離島を訪れていたミステリー系の7人のメンバーは明日から未解決事件の調査だと心躍らせていましたが、翌日メンバーの一人が死体となってしまい、ここから連続殺人が起きてしまいます。離島といえば察する方いらっしゃるかなと思いますが、本土の連絡手段はもちろんなくって、この日に迎えに来てほしいという日まで船が来ることもありません。完全に孤立化した島で殺人が起きていることを外部に知らせる術もないまま、次々と起こる連続殺人にミステリー犬のメンバーはお互いに疑心暗鬼になっていきます。本作の物語の構成のポイントの一つとなるのが、この離島での出来事と本土で川南が手紙は誰が送ったのかという謎を追う調査とが交互に、展開されていくところかなと思います。つまり章ごとに舞台が変わり、島1日目の次は本土1日目、次は島2日目、次は本土2日目という風な具合です。この島と本土全く別の出来事を扱っていると思って読んでいくと、ある瞬間からこの2つの出来事が重なり合うことになります。この重なり合うきっかけというのがまさかのたった一文です。このたった一文で今までもう半分以上読み進めていた内容がぐるっとひっくり返されることになります。この一文の衝撃があまりにすごいからか、本作が真相改訂版になった際にはこの一文がこうペラッとめくったところに来るように構成が変えられたそうです。なのでもしこれから本作買いたいなという方は真相改訂版でお買い求めになることをお勧めします。9番の方を読んでいない私が偉そうなことを言うんですが、私がこのペラッとめくった時の衝撃っていうのはすごかったので、ぜひこの驚きを共有したいなと思います。30年以上前に刊行されているにもかかわらず今もなお愛され続けているミステリー作品の名作、やっぱり読んでよかったなと思いました。ちなみにここからちょっと余談なんですが、本チャンネル見てくださっている方、結構ミステリーお好きな方多いかなと思っているんですが、このミステリー先輩方にお聞きしたいんですが、この十角館に連なる館シリーズ、この後の作品って結構怖いですか？基本的に長編シリーズ作品大好きなので、シリーズ作1作目読んだら前作コンプリートしたい派なんですが、この後の作品ってどうなのかな、結構怖いのかなと思って二の足を踏んでいます。ただ今少しずつミステリー作品読んできて、ミステリーに免疫ついてきているなとは思っています。ただどう怖がりなのかっていうと、多分グロ描写が苦手なんだなと思います。あとアニメで言うとコナンは見れるけど金田一は苦手です。そんな私が館シリーズ追っていっても大丈夫でしょうか？
ただコメントいただいたとしても、コメント主さんに責任を問うことは絶対ないので、気軽にコメントで教えてもらえると嬉しいです。葉桜の季節に君を思うということ、歌の小五調。まずはあらすじご紹介します。究極の驚愕、ミステリーの奇跡がここにある。素人探偵のもとに持ち込まれた霊感商法事件の意外な顛末、そしてあなたは最後の一文までただひたすら驚き続けることになる。何でもやってやろうやを自称する元私立探偵七瀬雅虎は、同じフィットネスクラブに通う愛子から悪質な霊感商法の調査を依頼された。そんな折、自殺を図ろうとしているところを救った浅宮さくらと運命の出会いを果たして、あらゆるミステリーの章を総なめにした本作は、必ず2度3度と読みたくなる究極の徹夜本。第57回日本推理作家協会賞、第4回本格ミステリー大賞を受賞。超有名作である本作。歌野さんは他にもたくさんミステリー作品を書かれているミステリー作家さんになります。主人公は成瀬雅虎、通称虎さんです。自称何でもやってやろうやの虎さんは、かなりバイタリティのあふれる男です。ガードマンやパソコン講師、ドラマのエキストラなど様々な仕事をこなしていました。ある日、高校時代の後輩、今は同じフィットネスクラブに通う清からあるお願い事をされます。それは、同じフィットネスクラブに通う愛子が体調不良で休んでいるので、一緒にお見舞いに行ってほしいという内容です。実は清は愛子に恋心を寄せていました。後輩の頼みなら仕方ないなと一緒にお見舞いに行ってあげるトラさんですが、そこで愛子から思ってもみない内容を聞かされることになります。そしてその帰り道、ホームで電車を待っているとトラさんの目の前で飛び降り自殺をしようとする女性を目撃してしまいます。間一髪でその女性の自殺を止めることができたトラさん。飛び降り自殺をしようとしていた女性は浅宮さくらと名乗り、この出会いをきっかけにトラさんとさくらは交流を重ね、いつしかトラさんはさくらに恋心を寄せるようになります。ざっくり言うと、清と愛子、そしてトラさんとさくら、この2組の男女の恋愛を起点に物語進んでいくんですが、冒頭にお話しした通り、著者の歌野さんはミステリー作家さんです。2組の男女の恋愛模様には大きな謎が仕込まれています。本作の物語の構成としましては、トラさんの現在と過去を行き来しながら進んでいきます。さらに登場人物もね、結構増えていきまして、読みながらちょっとややこしいなと思う場面がありました。しかし、この一見回りくどくって、こう話があっちこっちに行く構成、ちゃんと意味があります。この話が切り替わるたび、新たな登場人物が登場するたびに伏線が張られていき、それら点が線となって最後一気に伏線回収されていきます。この作品のオチと読後感っていうのは、他の作品ではなかなか味わえないんじゃないかなと思います。オチについてはもちろん内容伏せるんですが、読後感だけお伝えすると、嫌ミスではなくって、こう前向きになる、こう勇気をもらえる感じだったかなと思います。ただ付け加えておくと、トラさんの過去を語る場面でハードボイルドの内容ですとか、ヤクザの話なんかも登場し、それに伴って少々過激な表現や性描写も少しあります。なので、ちょっと苦手な方は苦手かもしれません。私も本来そういった系統の作品苦手なんですが、それらを差し引いても、こう読んだ時にこう驚いた、騙されたっていう感覚は忘れられませんし、読んだ後やっぱり読んでよかったなと思えた作品でした。イニシエーションラブ、乾くるみ著。まずはあらすじご紹介します。時間後のあなたは本書をもう一度読み直しているはず。僕がマヨに出会ったのは代打で出た合コンの席。やがて僕らは恋に落ちて、必ず2回読みたくなると評された驚愕のミステリー。今ご紹介したあらすじ、ネットに載っていた内容をご紹介したんですが、あまりの短さに驚かれたかなと思います。多分本作はあらすじですとか登場人物の紹介ですとか、普段ならネタバレにならないような内容がネタバレになるからかなと思います。じゃあそんな作品動画で紹介すんなよと怒られそうなんですが、どんでん返しで言うと、私はもうこの作品外せないかなと思いましたので、簡単にですがご紹介させていただきます。本作は恋愛小説に分類される作品かなと思います。表紙の雰囲気からもね、伝わるかなと思います。物語のほとんどは男女がこう出会って、恋に落ちて、デートを重ねて、時には喧嘩をして、そういった恋愛模様が描かれていきます。ですが、読んだ方々の口コミで、これはミステリー作品なんじゃないかというふうに広まって、ミステリー作品でもあるというふうに言われています。その理由はっていうと、この本作の最後から2行目、この内容を読んだことで今までの内容がぐるっとひっくり返されること、そして恋愛小説ではありえないほど伏線が仕込まれているからかなと思います。私が読んだ時はこうミステリーの側面もありますよっていうふうに聞いていたので、もう謎解きするつもりないんですが、多少気をつけながら読み進めていました。
読んでいて多少の違和感は感じながらもミステリーかなと思いながら読んでいました。そして迎えたラスト2行目、リアルにえって声が出てしまいました。そして本編終了後にあるのが巻末の再読のお供というイニシエーションラブを理解するための用語集っていうのが掲載されています。ラスト2行目で衝撃を受け困惑しながらその再読のお供を読んでいると徐々に気づくのがこの作品恐ろしいほど伏線が張られていたということです。この伏線全部気づけたという方いないんじゃないでしょうか。それぐらいもう山ほど伏線が張られています。ちなみに私は再読のお供を読んでも困惑の渦から抜け出せず、ネットのネタバレ記事を読んでそれでやっと理解したタイプの人間です。ページ数あんまり多くないんですが、手軽にでも大きな衝撃を受けられる作品かなと思います。シャドウ道夫修介著。まずはあらすじご紹介します。父とのささやかな幸せを願う小学校5年生の少年が苦悩の果てにたどり着いた驚愕の真実とは。今最も注目される春映が放つ高知に描かれた傑作、第7回本格ミステリー大賞受賞作。有名なミステリー作家さんの道夫修介さん、私が初めて読んだ道夫修介作品でもあります。主人公は小学生の蒲生大介。冒頭は大介の母が病死しその葬儀が執り行われているシーンから始まります。父陽一郎と2人家族になった大介。葬儀の後この2人に声をかけるのは陽一郎の医学部時代の友人水代徹とその妻めぐみです。蒲生家と水代家は家族ぐるみで付き合いがありまして、さらには水代家の一人娘秋は大介と同級生です。主な登場人物はこの4人になります。主人公は大介かなと思いますが、大介だけの視点ではなく他の登場人物たちの視点にもなる多人数視点の構成になっています。母を亡くした大介、悲しみの最中にいる大介にまた不幸が襲いかかってしまいます。それは水城の妻めぐみが病院の屋上から飛び降り自殺をし、さらには同級生で幼なじみの秋は事故に遭い大きな怪我を負ってしまいます。大介の周りに次々と起こってしまう不幸、そんな大介に父陽一郎は優しくそしてかっこいい言葉で励ましていきます。前半は大介と陽一郎のハートフルな親子愛が描かれていきます。しかしどんでん返しでご紹介していますので、もちろん本作もぐるっとひっくり返されることになります。しかも本作は一度ならず二度三度とひっくり返されることになりまして、その当時まだまだどんでん返し作品読んでいなかった私はもう読了後にはフラフラでした。そして最後の最後にある人物の手紙があるんですが、もちろんこの手紙の内容でもひっくり返されるんですが、個人的には手紙がオチになっている構成好きなので読後感も良かったです。表紙の雰囲気からねちょっと暗い作品なんじゃないかなと思われるかと思いますが、正直明るい話ではないです。小学生のね男の子が次々に不幸に見舞われるっていうのは読んでいてちょっと辛いんですが、大介自身がこうその不幸に見舞われながらも卑屈になることなく前向きに生きていこうとしていきますので、それゆえに大介が急速に成長しているのがこう読んでいて分かりますので、物語自体にあんまり悲壮感っていうのはなかったかなと思います。初めて読んだ道夫修介作品は記憶に残るどんでん返し作品でした。リバース湊かなえ著。まずはあらすじご紹介します。深瀬和久は平凡なサラリーマン、唯一の趣味は美味しいコーヒーを入れることだ。そんな深瀬が自宅以外でリラックスできる場所といえば自宅近所にあるクローバーコーヒーだった。ある日深瀬はそこで越智美穂子という女性と出会う。その度何度か店で会ううちに付き合うようになる。淡々とした日々が急に華やぎ始め、未来のことも考え始めた矢先、美穂子にある告発文が届く。そこには深瀬勝久は人殺しだと書かれていた。何のことかと詰め寄る美穂子、深瀬には人には隠していたある闇があった。それをついに明かさねばならない時が来てしまったのかと懊悩する。嫌ミスの女王と言われている湊かなえさん、こちらの作品で、ね、湊さんの作品初めて読んだんですが、嫌ミス女王たるゆえんをまざまざと見せつけられた作品です。主人公は深瀬和久。地味な性格の彼ですが、唯一の趣味はコーヒーを入れること。より美味しいコーヒーを入れるべく自宅近所にあるクローバーコーヒーでコーヒー豆を購入していました。そのクローバーコーヒーで素敵な女性越智美穂子と出会うことになります。この出会いをきっかけに2人は恋人同士に。美人で気立てのいい美穂子との日々を深瀬は噛み締めていました。ですがある日美穂子の元に届いたある手紙をきっかけに美穂子とのラブラブな日々は揺らいでしまうことになります。その手紙には深瀬和久は人殺しだと書かれていました。普通ならねこんな手紙来たらなんだこの立ちの悪いいたずらはと一蹴できるんですが、深瀬には思い当たる過去がありました。
この手紙に書いてある内容は本当なのかと美穂子に詰め寄られた深瀬、自身の過去を美穂子に語ることになります。話をすべて聞き届けた美穂子ですが、深瀬の過去を受け入れることなくむしろ拒絶します。ここから深瀬と美穂子は会うこともないまま疎遠になってしまいます。美穂子を傷つけてしまったと後悔する深瀬、ここから蓋をしていた過去に彼は向き合っていくことになります。本作の構成は深瀬が美穂子に隠していた過去、こちらをじっくり進んでいきます。またこの過去の出来事っていうのは深瀬自身当事者なんですが、彼自身もわからないままになっている事柄もあり、このわからないままになっていた謎について深瀬が真相に近づいていくミステリーになっています。本作の大半は深瀬が過去の出来事の関係者のもとへ暗記していき話を聞いて回るというシーンが多く描かれており、深瀬は探偵とかではないのでとにかく地道に足で稼いで情報を集めていくという感じなので、そのねこうゆっくり真相に近づいていく感じがハラハラしますし、不穏な空気も同時に漂ってきますので結構読みながらズワズワします。ですが物語終盤どうにか結末を迎えて、その内容にちょっとホッとしました。あ、なんかこんな感じで終わるんだと、かなり警戒して読んでいたのでちょっと拍子抜けしたぐらいです。でここでほっとしたまま終わるのかと思ったら、最後の数行ここを読んで一気に地獄に落とされます。この内容っていうのはもちろん言えないんですが、ここを読んでこう嫌ミスってこういうことかとこう妙に納得したのを覚えています。最後の最後まで気を抜けない、一度読むと癖になってしまう嫌ミス作品でした。以上どんでん返し作品5作品ご紹介しました。こうどんでん返し作品って一回グワッとひっくり返される経験をしてしまうとちょっと癖になってしまって、あらすじとか帯にどんでん返しって書いてるとついつい手に取ってしまいます。今回ご紹介した作品読んでから時間経ってるものも結構あるんですが、結構内容覚えてます。それぐらい衝撃を受けた作品たちばかりです。動画見てくださった方の次読む本の参考にしてもらえれば幸いです。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけますと更新の励みになります。コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。バイバーイ。動画いかがだったでしょうか？最近読んだ本でちょっとお話しすると、最近読んだ本の中で驚いた作品っていうのが、武田彩乃さんのその日茜は空を飛んだですね。また別の動画で感想なんかお届けしようかなと思っているんですが、最後の数行エピローグの内容を読んで結構ゾワーっとしましたね。あれは嫌ミスって言っていいのかなと思います。本ならではの驚きといいますか、どんでん返しっていうのはこう映像では味わえない面白さがあるなと最近特に思います。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。